じゃあ、ことに行きますね。まず、一番長い伏せる位置を書きますね。そしたら、口を書くんですが、口の横の長さが上の線の、半分ぐらいかな。この長さが上の半分ぐらいで内側に入って、横広の口を書きます。そうしたら、口以外の隙間をほぼ同じにしてもらって、まず、この線よりも少し長めに伏せる。で、内側に入っていきます。最初の位置よりも少し短めに位置を書きますね。そしたら、まあ上とだいたい一緒ぐらいね。そしたら、縦を長く持ってきますが、ここの頭の長さよりも下の方を少し長くしてください。それでまっすぐに縦を持ってきます。で、抜きますね。